今回は鉄火巻きとカッパ巻きを作ってみました。意外とまだ作ってなかったので作ってみました。2つとも作り方はほとんど同じです。お米とお米の部分の上下と海苔の3つのパーツでできています。細編みだけでできるので、まだ作ってない方は作ってみてください。材料は中細の毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。今までたくさんの方に食べ物編みぐるみを作っていただきありがとうございます。皆さんが作った作品を共有できたらいいなと思うので、概要欄の URL から作品投稿ページに飛んでいただき、編んだ作品の写真を投稿していただきたいです。投稿していただいた作品はこのようにホームページで紹介したり、 YouTube のコミュニティでも紹介しています。ぜひお気軽に投稿してみてください。では作り方を説明していきます。まず左手の人差し指に糸を2回巻きつけます。右手で一旦輪を持ち、左手の人差し指にこのように糸をかけて、中指と親指で輪を持ちます。かぎ針を輪の中に入れて糸を引き出し、もう一度糸を引き出します。立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みを編んでいきます。1段目は6目細編みを編んでいきます。6目編んだら一旦針を外して、編み始めの糸を少し引いて、引っ張られた方の糸を引きます。編み始めの糸をもう一度引っ張って輪を閉じます。かぎ針を戻して1目目の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は2段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、今引き抜いた目にもう一度針を入れて細編みを編んでいきます。2段目はすべて増し目なので、1段目の1目に対して2つ細編みを入れていきます。12目目を編むところです。3段目から色が変わるので、細編みの途中で一旦止めて、白色の毛糸を左手で持ちます。細編みの最後の糸の引き抜きを白色の毛糸で行います。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んで、3段目は細編み増し目の順番で6回編んでいきます。糸端の毛糸は編み包んでいってもいいし、私は後ろで編み端同士の毛糸を結びました。
な感じで、もう赤色の毛糸は使わないので短めに切って、赤と白の毛糸同士で2回ほど結んで抜けないようにしておきます。5段目まで編み終えたら、1目めの頭に針を入れて糸を引き抜き、鎖編みを1目編んで短めに糸を切ります。輪を引き抜いておきます。これを2つ作っておきます。邪魔な糸は短めに切っておきます。次に糊の部分を作ります。まず左手の人差し指にこのように糸をかけたら、編み始めの糸で縫い付けるので少し長めに糸を取ります。かぎ針を糸にかけて当てて回転させます。輪の中を通して糸端を引いて引き締めます。この次の目からが1目目となり、24目鎖編みを編んでいきます。24目鎖編みを編んだところです。この編み地がねじらないようにぐるっと丸めて、ちょっと分かりにくいですが、1目目の鎖編みの上の半目に針を入れます。糸を引っ掛けて2ループ同時に糸を引き抜きます。次は2段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、今引き抜いた目に針を入れて細編みを編んでいきます。2段目は増減なしで24目細編みを編んでいきます。24目編み終えたところです。1目めの頭に24目編んだら、1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。ちょっと分かりにくい場合は、編み始めるときにマーカーなどで印をつけるといいと思います。次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、24目細編みを編んでいきます。10段目まで同じように24目細編みを編んでいきます。最後まで編み終えたら、糸を長めに切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通します。1目めの頭に手前から針を刺します。最後の目の向こうの半目に針を刺して糸を引っ張ります。ちょっと毛糸が黒くてあまり見えづらくてすいません。これで糊の完成です。先ほど作った、お米の部分と糊の部分を縫い付けていきます。このお米の部分の5段目のところにこのように針を入れて、糊の部分は、
10段目と9段目の間に針を入れて、こんな感じで縫い合わせていきます。最後24目で、目数は合うので1目ずつ縫い合わせていってもらったらいいかなと思います。ぐるっと一周縫い合わせていきます。ぐるっと一周縫い合わせられたら、内側に針を入れて中側で玉結びをします。反対側も同じように縫い合わせていきます。綿も詰めておきます。反対側もぐるっと一周縫い合わせられたところです。糊とご飯の部分の2つの編み地の間に針を入れて玉結びをします。中側に針を入れて引っ張って玉を中に入れます。適当に編み地を刺して糸を編み地の中に入れて余分な糸を切ったら完成です。次はきゅうりの部分を作っていきます。まず薄い、黄緑色の毛糸で同じように輪を作って6目細編みを編んでいきます。2段目を編んでいるところです。まず3つ増し目の細編みの増し目を編んでいきます。3つ目の細編みの最後で、緑色の毛糸に色を変えます。最後の3つの増し目を緑色の毛糸で編んでいきます。これがきゅうりの皮の部分になります。3つ目の細編みの途中で、次は
3段目になるので白色の毛糸に変えます。ここからは先ほどの鉄火巻きと作り方は同じになります。後ろの毛糸が結構ごちゃごちゃするので短めに切ってそれぞれ抜けないように、結んでいきます。5段目まで編むとこんな感じになります。これを2つ作って糊を作って縫い合わせるとこんな感じになります。お寿司シリーズと大きさを合わせると2つ合わせた縦の長さが、このサーモンだとサーモンの大きさにと同じぐらいになります。とシャリの大きさはほとんど同じです。もう作った方もいらっしゃるかとは思いますが、細編みだけで作れて簡単なのでぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。